1920年5月20日中華民国中長崎領事から日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島で中国人遭難者を救助したとして沖縄県石垣村の漁民へ送られた感謝状尖閣諸島開拓の日は沖縄県石垣市が条例により定めた記念日1月14日がこれに定められた尖閣諸島の日や尖閣の日とも呼ばれる 2010年12月17日に尖閣諸島開拓の日を定める条例案が可決されたことにより定められた。沖縄県石垣市の尖閣諸島は1895年1月14日に日本政府によって日本領への編入を閣議決定されており、これを記念して尖閣諸島開拓の日とした。 条例可決に先立つ2010年11月27日には中国政府から石垣村長豊川前佐に送られた尖閣諸島における中国人漁民遭難救助の感謝状が発見され石垣村漁民に当てた感謝状と合わせて2枚の公文の現存が確認された2011年1月14日に行われた式典には石垣市民や平沼竹を 下村博文などの国会議員など約300人が出席した。石垣市長、中山義隆は、敷地で、尖閣諸島は紛れもなく市の行政区だと改めて強く全世界に発信したいと述べた。2017年1月14日、中山京子など4名の国会議員が、式典に出席し、石垣市、中山義隆市長が挨拶し、 安倍晋三首相が祝電を寄せ、長崎純真大学、石井望准教授が招かれて講演した。ありがとうございます。